あの子が死んだらあんたのせいや。死んでもいいかって思ったりもしたよ。けどいい思い出の方が多かったから俺は帰ってこれたんやと思う。俺ミリのことも思い出したよ。俺たちただの友達じゃなかったよな。俺はミリのこと好きやった。それって俺だけやった。違うよ、空だけじゃない。転落事故で頭を強打して1週間意識が戻らなかったんだよね。またいつか記憶をなくすかもしれないってことですか。今昔の高校の同級生に会った。私ずっといじめられとったんやって。私のことかわいそうな子やって思って黙って見てたんか今まで。医者としてできる限り君のことを助けたいって思ってる。医者としてって何？友達じゃなかった。最近になって忘れてたことを一気に思い出したんよ。そうなん？思い出せてよかった。どんな過去でもそれも自分の一部やし、過去を知ることを怖がらんでええよ。私のピアノを好きだと言ってくれる人が周りにいて、今日は自分のために、そして私のピアノを愛してくれる人たちのために弾きたいと思います。この幸せを未来への不安で曇らせたくない。俺他でも働こうと思って。ダブルワークするの？こういう仕事はずっと続けられるもんでもないやろ。今では完治されたということですね。ストレスはね、脳に良くないんだよ。青木先生、札幌に転勤されるんすか？なんでタモちゃんは今までずっと結婚してないの？私はタモちゃんのそばにいてくれないとミリが心配。たとえあなたを忘れても、日曜夜10時